ナショナルズパークです。皆さんお待たせしました。今日はここナショナルズパークから大分対ニューヨークメッツワールドシリーズ第2戦の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。大分スターティングラインナップはご覧の通りです。ファーストの守備につきます鈴木、センターの守備につきますフリーマン、大分のスターティングピッチャーは今村、先行はメッツ、リードオフバッターはホセ・レイエス、注目の第1球アップアンドイン空振り、さあ初球空振りからストライク、そして3球目1つ外してボール、そして4球目ツーシーム外れてボール、レイエスよく見ています。さあ平行カウントになってツーシーム打った、セカンド掴んだ、ワンアウトです。レイエスセカンドゴロに倒れました。バッタールイス・カスティーヨ、さあ1球目チェンジアップはボール、さあ1球目ボールからカットボール打った、ショート掴んだ、ツーアウト、カスティーヨショートゴロに倒れました。バッターカルロス・デルガド、初球打ちセカンド取った、メッツあっという間に3アウトになりました。最後はグランドボールに打ち取られました。1回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。今村まずは初回きっちり3人で仕留めています。メッツご覧のようなスターティングラインナップとなっています。メッツのスターティングピッチャーはオリバー・ペレス、これから攻撃に入ります大分。さあまずは1番イチロー、初球は初球打ち流した、ワンバウンツーバウンドしてヒットになる、イチローレフト線にヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、まずは1塁転生、変化球ボールインサイド、さあボール1から直球に送ってストライク、ワンストライクワンボール、ストレート打ちました、ヒット、リュウヒットを放ちました。大分2者連続ヒット、バッターは広角打法を得意としている大谷。大分いきなり先制のチャンスを迎えています。初球打ち流した、入るか入るか、入ったホームラン、先制スリーランホームラン、初球を完璧に捉えました。さて大分先制、初球ファウルからスライダー空振り、追い込んでいます。第3球はインサイドボール打った、ショート取った、ワンアウトです。ゴリショートゴロに倒れました。バッターは鈴木、インサイドコーナー空振り、思い切って振っていきました。さあ初球空振りからこれはボール、見送ってボール、さあ4球目内角ギリギリいっぱいストライク、2ストライク2ボール、2-2ピッチから高さのあるカーブ、空振りストラックアウト、鈴木スイングアウトの三振に倒れました。そして次のバッターはフリーマン、
カルロス・ベルトラン。さあ1球目ストライクから、ツーシーム打ちました。キャッチャー落下点掴みました。ワンアウトです。ベルトランファールフライに倒れました。バッターはケーシー・ブレイク。低めギリギリいっぱいストライク。さあ2球目ツーシーム打った。打球はそのまま伸びていく。ホームランです。ホームランが出ました。ソロホームラン。ツーシームを見事に捉えました。バッターはケイシー・マギー。7対3、メッツ4点リードに変わっています。
4点を追いかけます。大分先頭バッターは8番チップアップです。ストライク、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、スライダー外れました。ボール外れた。さあバッティングカウントからアウトサイドコーナー空振り、ツーツーピッチから低め際どい球、ボールアンブです。よく見ています。さあ6球目スプリット打った、セカンド取った、ワンアウトです。アンブです。内野ゴロに倒れました。バッタービルズ、低めに送ってストライク、まずは初球決めてきました。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール、スライダー見送ってボール。さあバッティングカウントになって引っ張った、ファール、ライナーでスタンドへ、外角打った、ワンバウンド、2バウンドしてヒットになる。ミルズヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、前の打席にヒットを放っているイチロー、これが2打席目になります。外角低め決まってストライク、まずは初球決めてきました。低め打ちました、ハガン中手に入った、前の打席にヒットを放っているリュウ、まずは一塁先制、カーブ見送ってストライク、一塁へ牽制球を送りました。さあ1球目ストライクから、送球もキャッチャー二塁へ送球、二塁間一発セーフ、盗塁成功。セカンド左抜けた、センター前ヒット、センター大分1点返しました。リュウ2塁でストップ、リュウタイムリーツーベースヒット、さあこれで2アウトランナー2塁、ミルズ今治療を受けています。空振り、思い切って振った、さあ1球目空振りからアウトサイド空振り、追い込んでいます。ボール1つ外した、
ミルズ代わりましてハネイン、ショートに入ります。これから攻撃に入ります。メッツ前の打席でホームランを放ったケイシー・マギー、今日2打席目。さあ2球目、縦のカーブはボール、ワンストライクワンボール。低め打ちました、高いバウンドになった、ショート掴んだ、ワンアウト。マギー内野ゴロに終わっています。バッターマーロン・アンダーソン、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。今日2打席目。さあボール1からボール、外れました。縦のカーブ見送ってストライク。さあバッティングカウントからシュートを打った、セカンド掴んだ、ツーアウト。アンダーソンが内野ゴロに終わっています。バッターはブライアン・シュライダー、これが2打席目になります。アウトサイドコーナー空振り、バットが空を切りました。さあ1球目空振りから、低め打った、ショート掴んだ、一塁送球、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。3回の表が終わって7対6、メッツ1点リ、1点を追いかけます大分。先頭バッターは7番マット・タップマン、今日2打席目。あっとセーフティーバント、ピッチャー掴んだ、ワンアウトです。タップマンピッチャーゴロに倒れました。バッターはチップ・アンブレス、最初の打席はセカンドゴロ、ボールノーストライクワンボール。さあ1球目ボールから、カーブ見送ってボール、低め打ちました、セカンドの頭の上を越えていく、センター前ヒット、アンブレスセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、まずは1塁牽制、一塁へ牽制球を送りました。スライダー打った、ヒットになった、カレインレフト前ヒットを放ちました。さあワンアウトから逆転のランナーが出ました。初球はカーブ見送ってストライク。さあ2球目、内角低めいっぱいストライク、ツーストライクノーボール。第3球はボール、1球外した、真ん中打った、ショート掴んだ、一塁転送、判定はセーフ。前の打席でダブルを打っているリュウ、一打逆転のチャンス、まずは一塁転送、まっすぐ見送ってストライク。さあ2球目、ランナースタート、内角低め打ちました、掴みました、スリーアウトです。3回の裏が終わって7対6、メッツ1点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。前の打席でヒットを放っているアンヘル・パガーノ、内角打った、ショート掴んだ、ワンアウトです。パガン、ショートゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っているホセ・レイエス、低めの球見送ってストライク、まずは初球決めてきました、ワンストライクノーボール。縦のカーブ打った、ショート掴んだ、ツーアウトです。レイエス、ショートゴロに倒れました。今日ヒットを放っているルイス・カスティーヨ、前の打席は勝ち越しタイムリー、今日3打席目、一塁ベースを踏んでアウト、メッツあっという間にスリーアウトになりました。メッツまたしても三者凡退に終わっています。4回の表が終わって7対6、メッツ1点リードです。1点を追いかけます大分、今日2打席連続ホームランが出ている大谷、今日5打点を挙げています。内野ゴロファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト。大谷内野ゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っているゴリ、初球打った、飛びついた、サードから一塁送球、大分一瞬にして2アウト、ゴリ内野ゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っている鈴木、これが3打席目になります。アウトサイドコーナー空振り、バットが空を切りました。さあ2球目、ストライク決まった、スプリット打った、ベルトラ掴みました、スリーアウトになりました。最後はセンターライナーに打ち取られました。4回の裏が終わって7対6、メッツ1点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。メッツ前の打席でスリーランホームランを放っているカルロス・デルガド、今日3打点を挙げています。さあ初球ストライク、縦のカーブ打った、一郎余裕があります、取りました、ワンアウトです。デルガドライトへのフライに終わりました。前の打席でヒットを放っているカルロス・ベルトラン、これが3打席目になります。第2球は縦のカーブ打った、ヒット、センターからセカンドへ
ケーシーブレイク、メッツ追加点のチャンスを迎えています。外れた、ボール、ノーストライク、ワンボール。さあ1球目ボールから、打った、強い当たり、二塁へ、二塁タッグアウト、一塁アウト、ダブルプレー。5回の表が終わって7対6メッツ1点リードです。1点を追いかけます大分、先頭バッターは6番フリーマン、ボール外れました。さあボールワンから、直球外れました。そして3球目、空振り、早めに手を出しすぎたか。さあバッティングカウントになって引っ張った、ワンアウト、フリーマンファーストライナーに終わりました。バッターはマットタップマン、初球空振りから、ボール、スプリット外れました。カーブ打ちました、取りました、ツーアウトです。タップマンセカンドライナーに終わりました。そして次のバッターはチップアンブです。スライダー見送ってストライク、さあ1球目ストライクから、低めいっぱいストライク、外のボール球、ったショート取った、スリーアウトです。大分この回も三者凡退です。前半終わって7対6メッツ1点リードは変わりません。ゲームはこれから6イニング目に入ります。今日ヒットを放っているケイシー・マニー、これが3打席目になります。第2球は低めの球、空振り、もう追い込んでいます。打った、打球はライト浅いところ、取りました、ワンアウトです。山本ライトフライに打ち取りました。バッターマーロン・アンダーソン、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。メッツ早くも2アウト、アンダーソンセカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っているブライアン・シュナイダー、カットボール見送ってストライク。さあ初球ストライクから、インサイドアウトして左へ、シュナイダーレフト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、低めの球、空振り、これはバットが速い。そして2球目、内側際どいボール、ストライク決まった、内角低め打った、セカンド取った。6回の表が終わって7対6メッツ1、ここでタイムを取りました。メッツピッチャーが変わるようです。プッツ今日2番手としてマウンドに上がります。インサイド引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。ハネイン内野ゴロに倒れました。バッターはイチロー、今日はここまで3打数1安打、直球見送ってストライク。第2球はカーブはボール、ボール外れた。さあバッティングカウントになって、スプリットフィンガー外れてボール。第5球は外角打った、ベルトは掴みました、ツーアウトです。一郎センターライナーに終わりました。今日マルチヒットのリュウ、これが4打席目になります。取りました、大分あっという間に3アウトになりました。大分またしても三者凡退に終わっています。終盤6回を終了して7対6メッツ依然1点リードを保っています。試合は終盤7回に入ります。左バッターボックスはトップバッターのホセ・レイエス、低めの球、空振り、思い切って振っていきました。さあ初球空振りから、シュート見送ってストライク、1球外してボール、空振りストラックアウト、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。今日1打点のルイス・カスティーヨ、内角ギリギリいっぱいストライク。さあ初球ストライクから、アッパンデイン空振り、早くも追い込んでいます。2ストライクもボール、ボール1つ外した、外のボール球、ったヒット、アンブレス追いかける、バッターランナーストップ、メッツ今日2本目のダブル。さあこれでワンアウトランナー2塁、今日3打点のカルロス・デルガド、メッツ追加点のチャンスを迎えています。
初球フォークボール見送ってストライク、ワンストライクノーボール。そして2球目低め際どいボール、ワンストライクワンボール。フォーク見送ってボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから豪快に引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。前の打席でダブルを打っているカルロス・ベルトラン、今日はここまで3打数2安打。レッツ追加点のチャンスを迎えています。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール、インサイドアウト右へ、ライト落下点、ここは余裕を持って取りました、3アウトです。7回の表が終わって7対6、メッツ1点リードです。1点を追いかけます大分、今日2本のホームランを放っている大谷、今日はここまで3打数2安打、今日5打点を挙げています。さあ初球ストライクから、アウトサイドコーナー空振り、早くも追い込みました。フェアかファールか、ライトボール際、ボール、ライトボールギリギリのファール、もう一つ外してボール、打った、これは強烈、セカンド掴んだ、ワンアウト。大谷セカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っているゴリ、スライダー外れたボール、ノーストライクワンボール。さあワンボールからツーシーム見送ってストライク、引っ張った、ファールボール、打球はスタンドへ、ボール低めの変化球、ツーストライクツーボール。次が5球目スプリット打った、サード掴んだ、ツーアウト。ゴリサードゴロに倒れました。今日ヒットを放っている鈴木、今日4打席目、打った、強い当たり、入れば同点、どうだ、入りました、ホームラン、ホームランです、同点ホームラン。初球から狙っていきました、7対7、大分追いついた、そして今カムホーム。今日ヒットを放っているフリーマン、低め見送ってストライク、初球まずは入れてきました。第2球はストライク、インサイド引っ張った、ファールボール、インサイド引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトになりました。7回の裏が終わって7対7、大分ようやく同点に追いついています。これから攻撃に入るメッツ、今日ヒットを放っているケーシー・ブレイク、これが4打席目になります。スローカーブボール、さあボール1からストライク決まった、スラーブ打った、セカンド掴んだ、ワンアウトです。ブレイクセカンドゴロに倒れました。今日1打点のケーシー・マギー、外角打った、ショート取った、メッツ一瞬にして2アウト。マギー内野ゴロに倒れました。バッターバーロン・アンダーソン、今日はここまで3打数ノーヒット、これが4打席目になります。スラーブ見送ってボール、ノーストライクワンボール。さあボール1からカットボール見送ってストライク、外のボール黙った、センター掴みました、3アウトです。最後はセンターフライに打ち取られました。これから攻撃に入ります大分、この回のトップバッターはバットタップ、今日はここまで3打数ノーヒット。さあボール1から直球見送ってボール、打った流し打ち、手応えは十分か、入ったソロホームラン、ストライクを取りに行ったところをやられました、貴重な一発を放ちました。バッターはチップアームです。今日はここまで3打数1安打。今日4打席目。ここでタイムがかかります。メッツピッチャーが変わるようです。ワグナー今日3番手としてマウンドに上がります。さあ1球目。直球打った。セカンドの頭を越えた。センター前に運んでヒット。アンブレス。センター前ヒットを放ちました。大分2者連続ヒット。まずは1塁牽制。1塁へ牽制。
まで4打数1安打。ランナー走った。インサイドコーナー見送ってストライク。まずは初球決めてきました。判定はセーフ。盗塁成功。さあ1球目ストライクから。外側いっぱい決まってストライク。第3球は三振。今日マルチヒットのリュウ・オオイタ、追加点のチャンスを迎えています。外れた。ボール。さあ1球目ボールから。直球打った。ボール。さあ3球目決まった。ストライク。アウトサイド打ちました。ワンバウン。矢のようなバックホーム。タイムリーツーベースヒット。さあこれでツーアウトランナー二塁。今日2本のホームランを放っている大谷、今日はここまで4打数2安打、今日5打点を挙げています。初球打ち。セカンド取れない。ライト前ヒット。セーフ。大分さらに1点追加。大谷タイムリーダブル。大分2者連続ヒット。今日ヒットを放っているドリン・大分、追加点のチャンスを迎えています。ここでタイムがかかります。メッツピッチャーを変えています。ストークス今日4番手としてマウンドに上がります。大分ダイソー起用します。俊足のマイケルズ2塁に入りました。チェンジアップはボール。ノーストライク1ボール。さあワンボールから。高い球打った。ワンバウン。セーフ。大分リードを4点に広げました。ビッグイニングになりました。今日マルチヒットの鈴木、前の打席はホームランを放っています。今日5打席目。二遊間抜けた。センター前に運んでヒット。鈴木これで今日3安打。大分4者連続ヒット。そして迎えるバッターは注目のフリーマン。今日はここまで4打数1安打。大分追加点のチャンスを迎えています。8回の裏が終わって11対7、大分4点勝ち越しです。いよいよ最終回を迎えました。今日マルチヒットのブライアン・シュライダー、ここでタイムです。メッツ代打を起用してくるようです。代打はジョー・イングレット。ここからの反撃に期待したいところ。ここでタイムを取りました。大分ピッチャーが変わるようです。ウォード今日5番手としてマウンドに上がります。注目の初球打った。バットの先サード取った。ワンアウト。イングレット内野ゴロに終わっています。バッターはアンヘル・パガン。ここでタイムを取りました。メッツピンチヒッターを投入してくるようです。バッターは代打フェルナンド・タティース。メッツ代打構成に出ます。カットボール打った。ファール。さあ初球ファールから。低め見送ってボール。インサイドついてボール。ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、ナックル打った。リュウ落下点構えてセカンド取りました。ツーアウト。ウォードセカンドフライに打ち取りました。今日ヒットを放っているホセ・レイエス、これが5打席目になります。コッシュ外れました。ノーストライクワンボール。そして2球目